俺ね、京都におばさんがいるんだけども、おじさんとおばさんね、住んでて、で、そのおじさん、おばさんの、まあ、最後のお父さん、お母さん、まあ、最後のお父さんが俺のおじいちゃんで、まあ、認知症ですごくね、もう94歳で認知症で、もう何も分かんなくなっちゃってんだけども、本当にね、うちで世話してんだけども、まあ、それで、最後の親だから、まあ、気にかけてるんだろうね。で、お盆でさ、おじいちゃんにって、ぶどうとか、桃とか、梨とか、みかんとか、届いたのね。うん。で、ぶどうがね、種なしのピオーネってやつだったのね。で、まあ、種なしの品種って、俺あると思ってたのね、昔までね。うん、5年ぐらい前までかな。種なしっていう品種。品種としてピオーネの、その品種は種ができない品種だと思ったのね。うちの柿の木みたいに種がつかない種なしの柿って勝手に何もしてないのに種なしの柿できるから、それと同じでブドウも品種として種ができない品種なんだろうなと思ってたのね。だからそれ違うらしいんだよね。ね、まあその5年ぐらい前に俺も知ったんだけども、それジベレリンっていうホルモン剤、ホルモン剤なのかな、ホルモンかなそれをなんか容器にね入れて、まあ、コップみたいなやつに入れて、お花、ブドウの虫ね、ブドウの花をジャブッとつけて歩くと、そういうの YouTube の動画でも出てくるんで、ちょっとジベレリン使い方とかで見てもらえれば、分かると思うんだけども、まあ、そういうホルモン剤を使ってるわけね。だからこれ、このホルモン剤、有機ジャスはどうだったかな、有機ジャスは禁止なのかな、自然農法では禁止です。うん、使用してはいけないと。で、多分有機ジャスが自然農法ベースにしてできてるから、で、その有機ジャスの法律に準じてやってるんで、今はね、多分ジベレリンも有機ジャスでも禁止なのかな、使えば特別栽培っていうことになるらしいんで、自然農法ではね、自然農法の中の特別栽培ってやつに、まあ、格下げされる薬です。そういうことになってます。安全性については俺はよくわかんないけども、まあ、でもこう要するにホルモンだから、それが何か人の体、まあ、成長中の子供とかに何か作用するとかもあるのかもしれないし、ちょっとそこを調べてないんだけども、まあ、そういうふうにね、そういうホルモン剤、 お薬を使って作ってるものであって、品種で勝手にねできるものではないそうです。これをまずちょっとお話ししたかったなとね。だって普通に考えれば種できて当たり前だもんね。まあ有性不燃、あ、有性不燃、今有性不燃はおしべがつかないだけだから、おしべがつかない突然変異が有性不燃っていうのがあって、品種改良でよく使われるんだけども、それ女優っていうおしべを取る作業がいらなくなるんで、持ってきて交雑するにちょうどいいやり方、やりやすいから有性不燃ってものを F1 品種の開発で使うんだけども、まあ、それは種できるんだけども、それでも種できるんだから、普通に考えて種ができないものって おかしいよね。うちの種なし柿、さっき話したけども、もうなんか実落ちて勝手に置いといたのが芽出てくることあるんで、種は一応できてるんだろうね、たまにね。種なし柿でもね一応あるんだろうね。食べたことないけどさ、自分ので。だけどもそういう風にさ、とりあえずそういう風に人工的な処置をされてできたのが種なしブドウということらしいんで、うん、まあ、だからってそれは体に悪いんだ、環境に悪いんだっていう話じゃなくてね、種なしブドウじゃないとやっぱ食べるの辛いじゃないね、子供とかね、俺とかだったら別にね、青森県民はね、ブドウは皮から絞り出したら丸飲みするっていうのが青森県民の食べ方なんだけど、まあ、青森県民以外は噛むみたいなんで、噛むと渋いじゃない、ブドウの種の周りって渋い酸っぱいっつうのかな。青森県民はそれが嫌だから、その種の部分の味を味わいたくないから丸ごと飲み込むっていうね、口の中で転がしてブドウの味を味わってその後飲み込んでしまうっていう食べ方がまあ一般なんだけど、青森県民にとっては。でも他のところはやっぱその渋みとかがあるし、それ子供にはやっぱきついだろうし、年取ったおじいちゃんおばあちゃんとかでも苦しいかなと、嫌いな人も当然ね、大人の人でも、嫌な人ってもいると思うんで、種なしブドウってものは存在のね価値はあると思う。俺はある存在意義はあると思うんだけども、とりあえずね、それが自然にできるものではなくて、ちゃんとそういう作業をして作られてると。ホルモン剤でジャブジャブと花咲く前なのか咲いた後なのかつけて、それで、ね、種のない
ブドウを作ってるっていうこと、これを一つねちょっと覚えておいてほしいなって。まあ知らないよりは知っておいた方がいいから、その上でなんかこう食べる食べないはその個人でね考えてもらえればいいんじゃないかなって思って動画にしました。俺はちなみにもらったその種なしのピオーネは食べました。もらったもの大事なものだからね、うん、まあ、食べるのが礼儀かなと思って俺は食べました。そこはやっぱその人の考え方次第で食べる食べないは判断して、で情報としてみんなで共有したいなと思ってね動画にしたんで、それが悪いっていう話じゃないんで、そこだけは勘違いしないでほしいなと思います。